さあ出てこい昆虫ども、なんかいるか。何もおらんな。どうも竹内です。今日も昆虫を観察しに行きますよ。また捕まえてないのがいいな。何もいなかった時のためにね、念のためハルジオンを見ていきましょう。ほらここにヤブキリがいますよ。ヤブキリの幼虫が。ハルジオン見とけばね、大体なんかいるんですよ。ここにもいましたね、ポチャバネセスリ。こいつはおとなしくていいですね。これだけ近づいても全く逃げません。かわいいですね。ベニシジミですね。これは春から夏にかけてどんどん色が濃くなるようです。最近知りました。綺麗な蝶を捕まえましたよ。ちょっと待ってくださいね、網から出すので。これはアオスジアゲハですね。南方系の蝶ですね。結構ね、速いスピードで飛ぶのでなかなか捕まえられないんですけど、今ちょうどね、下の方に降りてきて花に止まっていたのでね、捕まえました。綺麗ですよね。この蝶ね、好きなんですよ。とっても綺麗な色をしていて可愛いな。あ、逃げちゃった。ヒメアカタテハですね。たびたび捕まえるんですが、あまりちゃんと説明してなかったんで。この触角の先端が白いのはタテハチョウに全てね共通していますね。でこのヒメアカタテハね、実はね越冬することができるので、まあこれは多分新個体だと思うんですけど、結構長生きする個体らしいです。逃がしてやりましょう。今座ってたらちょうど前から飛んできたのでね、構えてた網でさっとすくいました。これナミアゲハですね。ナミアゲハ、これが普通のアゲハチョウです。ちょっと待ってくださいね。このナミアゲハの方がキアゲハより少しね、羽の模様が細かいんですよね。で色が少し薄いですね。普通にアゲハチョウといった時、まあ出てくるのはこのアゲハチョウですね。可愛いですね。逃がしてやりましょう。じゃあね。カラスアゲハがいたのに捕まえられなかったのでね、次回リベンジしようと思いますよ。多分ね、ここに来ればいると思うので、今日はこの辺で勘弁してやりましょう。ちょっとね、時間が遅くなっちゃうのでね、今日はもう帰ります。